こんにちは、ミスターまゆみさん、そして動画をご覧の皆様、今日はですね、結果がどのように出てくるのかってことを私なりに公式化したものがありますので、それをご覧いただきたいと思います。これは取りも直さず、凡事徹底がなんでね大事なのかってことの答えにも通じるんですよね。では申し上げますね。人にはですね、やっぱ持って生まれた素養ってものがあるんですよね。そして持って生まれた素養っていうのは、まあ10歳とかね、20歳ぐらいまでにプラスアルファしてできていく部分もあります。素養っていうのは何かっていうと、身長が高いとか、まあもともとね、こう体力があるとかね、やる気が昔からあるとか、持って生まれたものに、大きく起因するものと、まあ成長期にね、周りの環境とか家庭とかで培われたものですよね。要するに自分が強く意識しなくても自然に身についたもの、これがね素養だと思います。そして次なんですけども、労力といいますか、努力といいますか、工夫といいますか、後天的に自分で意識して、力を注げるもの、これがですね、まあ努力なのかな、労力なのかなっていうフェーズがあります。これはですね、凡事徹底にそのまま当てはまるんですよ。要するにこれをね、一つ目の要素っていうのが素養でしたよね、持って生まれたもの。二つ目っていうのが自分が後天的にするもの、これによってですね、素養、要するに才能がない人でもこっちを頑張ることによって、労力を頑張ることによって才能がある人に並ぶことができるんですよね。もちろん才能もある、素養もある、プラスで労力をかけれる人はもっと最強なんですけどもね。で、最後なんですけども、運っていうものがあります。運っていうのはですね、素養もある、しっかりと努力もしてきた、でも自分が生まれたところが戦争中だったとかね、これ運が悪いですよね。運が悪いとしか言いようがないです。まあ、あとはですね、ギャングとの抗争に巻き込まれて死んでしまったとかね、そしたら自分の能力とか努力を発揮する前に死んでしまうんですよ。まあ、おかげさまでね、今我々この動画を見ている方とか、動画を発信している私とかは、この運の要素はそこそこあると思うんですよ。餓死する心配もないですし、仕事をして、お金をもらうっていう環境が ありますしね、それから余裕を持ってこういうふうなスマートフォンか何かで動画を見るチャンスもあるということで、運は割といいと思います。もちろんもっと運がいい人もいるんですよ。で、この3つのうち何が悲惨かと言いますと、運っていうのはどのぐらい自分が運があるのかわからないんですよ。あと、どのぐらい運が残されているのかってわかりません。あと、素養もですね、自分が何に向いてるかとか、どこに行けば最短でうまくいくかっていうのがわからないんですよ。ね、それからね、素養といいますか、持って生まれたものっていうか、それを解読する力もないんですよ。結果的に振り返ったら、あ、素養があったんだなって思うことぐらいなんですよね。でもですね、真ん中の要素ね、労力とか努力っていうものは、これは凡事徹底につながるんですけど、この力っていうのは自分で意識して変えることができるんですよね。続ければ続くし、続けなければ続かないし、で、労力っていうのはどのぐらい続けたかとかね、どのぐらい意識を込めたかによって、やっぱ差が出てきます。何度も言いますけどもね、素養を補うことができるもの、運を補うことができるもの、それはね、唯一自分でその量が認識できる努力とか労力みたいなね、2つ目の要素なんではないかなと思いましたね。まあ、だから私は凡事徹底、才能がないと思えば思うほど凡事徹底、自分には運がないと思えば思うほど凡事徹底なのかなと思います。もちろんね、才能むちゃくちゃあるんだよと、運もあるんだよって方は、何も努力しないでもそのまんまゴールにたどり着くことができると思います。まあ、ですんで、そういう方はね、そもそも稼げないとか、人間関係とか、ライフスタイルとか悩んでないんですよ。こうやって普通に歩いてったら全部手に入っちゃうからなんですよね。運も良ければ素養もあれば、そういうことになってくると思います。で、我々はですね、意識を込めても手に入らない、いくら思いを込めても成功なかなかしない、要するにね、この真ん中の要素ね、労力が足りないんではないかなと私は思うんですけどね。はい、今回の回答は以上です。